ジョセフ・フランシス・チャールズ・ロックジョセフ・フランシス・チャールズ・ロックはオーストリア生まれのアメリカ合衆国の探検家、地理学者、言語学者、植物学者である。ハワイ、アジアで植物や民族の研究を行った。オーストリア・ハンガリー帝国の首都ウィーンで生まれた。10歳の時に父親とエジプトに渡り、その後ヨーロッパ各地を放浪した。1九百五年に アメリカに移住し、1907年からハワイのホノルルに住み、後にハワイの植物のオーソリティになった。ミルズカレッジで教職に就くが、1908年に健康のために古外で働くことを選び、ハワイ大学で植物学者として働き、最初の栽培農園の設立に従事し、1911年から学芸員として1920年まで働いた。 その後アジアの植物の探索に生涯を費やした。ビルマ、タイ、アッサムで薬用植物の大風しの木の探索から始め、1922年から1949年の間は中国南部の植物、民族、言語の研究のために、雲南省、四川省、南西間縮省及び東部チベットで過ごした。ロックの集めた アジアの多くの植物は、アーノルド樹木園で栽培された。霊光の近くの村をベースに、無理などのチベット地域の探検の記録を、ナショナルジオグラフィックに寄稿し、徐々に有名になり、例えば小説家のジェームズ・ヒルトンの理想郷、シャングリラが登場する、失われた地平線の執筆に影響を与えたとされる。1917年からの五六の反乱の間には、 ロックは何度も、チベットの夏川県やラプラン寺の五六のチベット人と、馬木が率いるイスラム軍との戦いを目撃し、馬木軍の残虐な行動を目撃した。ロックは、植物学的に興味深い地域の一つである、雲南省に入った、植物学者としては、ジャンマリーで選べ神父や、ジョージ・フォレスト、ハイン・リヒ・ハンデル・マツェッティーらの後に位置し、多くの植物を収集し、 ししたたた。という点では彼らに及ばなかったが、多くの貢献をした中国共産党が支配を確立した後の1949年に、霊光氏から他の外国人滞在者と共に専用機で退去させられ、中国を去り、ホノルルに戻った。1962年に、ホノルルで没死した。ボタンの種、パエオニアロッキーに懸命されている。アーノルド樹木炎とは引く言葉ンクロックは、 植物の学名で命名者を示す場合に、ジョセフ・フランシス・チャールズ・ロックを示すのに使われる。ありがとうございます。